はい、どうも、監督と申します。本日もウィニングイレブン2016マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。それでね、前節というか、4対1で初戦勝利して、第2戦目、いきたいと思います。はい、今日はね、セカンドスカットですね。第1戦はファースト、メインの方を使ったんで、一応セカンドスカットという感じの、はい、セカンドというほどじゃないですね。はい、またフリーズマン出してます。今回こそは頑張っていただきたい。では行きたいと思います。はい、パッと結構対戦相手決まってほしいですけどね。やっぱりこのオンラインチャレンジカップっていうのは、抜けたらもう3連勝したらやらない感じになるのかな。あまり僕はそんなスタイルでやってますけどね。どんな感じになるのかな。やっぱりどうやろう、やっぱり抜けていくよな。普通にディビジョンの方行きますもんね。どうかな。なんで対戦相手はどんどん日に日に減っていくんじゃないかっていう風に感じですけど。あ、決まりそうやな。できたら、じゃあ行きますか。あら、719か。また700台。700台多いな。むっちゃ700台って当たるんですけどね。チアゴ・シューバーがおるで。カバーニ。またカバーニや。またカバーニ。リベリ、メッシ。絶好調やな、メッシは。ディマリア、トニクロス、マティッチ。守備専門もちゃんとおるわ。マティッチええな。欲しいな。もうだいぶでも難しいけどな。守備、ディフェンス陣は、絶好調ちゃんと組み込んできてますね。スピンクエダー、やってきますか。やってみんと分かれ。いきます。また第2戦で負けるの嫌やな。もう第2戦で負けてもねまだマシか。3戦までいって負けるのが結構来るけどね。また1回初戦からかって。やってきますか。負けたくない。皆さんこんばんは。本日はパリサンジェルマン対レアルマドリード、サンシーロよりお届けしてまいります。解説、北澤さん、今日はジョン・カビラです。北澤さん、今日はよろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。パリサンジェルマン対レアルマドリード、クリーズ巻いとったのにな。パワーテクニック、いわゆる5と10をシーンによって使い分けることができる層が厚いチームですからね。強豪だからこそできる多彩なプレーに今日は注目したいところですよね。何してんねん、やめろ。まだありますね、チャンス。ロッベン、右サイドを上がっていきます。あお、おお、リストしたんや。まだ打たれたんやんか。キーパーやめてや。右サイドを振って、ここはカットします。縦へのボール、ロッベン取ってで、モドリッチ、アラバ、モドリッチ、裏へのスルーパス、オッケー、モドリッチから、あ、待て、オッケー、アグエロ、オッケー、先制した。幸先いいな、これは。この時間の先制はね、やっぱりあんまり良くはないこともないけど、チェックを受けながらのシュートを決めてきました。アグエロ、ファールか。ボディバランスですね。ファールっぽいところは何もなかった。体を寄せられたとしても、それを跳ね返せる力、これがゴールを生み出しましたよね。どうしようか、低空で蹴っていくか。アグエロ目を蹴った。さあ、レアル、この序盤に早くも失点するゲーム展開になりましたね。いや、強豪同士、いきなりスコアが動くゲームになりましたよね。失点した方は追加点さえ与えなければ、まだ序盤なのでいくらでも立て直しは効きますよね。やられた。マティッチからカバーニ、キーパーからのロングフィード、これはなかなかこじ開けられない。待て、パリサンジェルマンはこの序盤に先制点を奪い、リードする幸先いい展開ですね。序盤でリードできたのは大きいですよね。ここからさらに動きが良くなるんじゃないですかね。スルーパスを出す、OK、勝負だ。抜けた、ロンベン、なんてことやなんてことや。キーパー目当てで食ったもんね。どうだ、ちょっとでかいな、マティッチは。お、欲しいな。このヘッド、抜
はありませんでした。まあディフェンダーに寄せられてましたけども、カバーに強いましたよね。はい、けど悪い選択ではなかったですよね。なるほど。赤アーチのようなパス。オッケーオッケー。前もなんかなゆったりしてますね。おしゃれどうしようか。グリズマあたりのゲットか。よし、ここは読んでいました。オッケー、ナイス。このボールをカットします。キーパー前へ蹴り出します。全然セット後半だ。ここで持ちますが、周りの味方の選手はまだ上がりきっていません。あ、おっしゃおっしゃ。追加点、アリサンジェルマン。めっちゃ効果下手よ。さあ、さらに点差が開いています。これ打つモーションまでの前が木澤さん、無理はしない。とにかくキレキレでしたね。そうですね。しっかりゴール前に持ち込んでからのシュート、非常に冷静でしたよね。シンプルなだけに非常に有効な攻撃だったんじゃないでしょうかね。普通に取られた。あら、さあパリサンジェルマン、さらに1点を追加し2対0としています。あれ持ってんの、ファントキックみたいなの持ってないよな。コーナーの主導権も握りやすくなりましたよね。知らん、2-0リードは精神的にも肉体的にもバックアップ大きいですからね。無理はしない。リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。あった、メッシ。メッシやで、危ないで。絶好調からな。オッケー、待て、オッケー、よし。あ、危ない。ここもしっかりディフェンスしました。なんで無理はしない。あ、危ない。フルフルやん。ロッペンへ、さあ一気にカウンター。惜しかったな、ね、カウンター炸裂するとこだったね。また32分を過ぎたところです。テイク抜けてみようか。使います。あ、これはあかんな。行かれた可能性がある。あ、道ができましたよ。ほら。え、動きにくい。何やこれ。裏に味方を走らせる。モドリッチ。このボールは繋がりません。ディマリア。スルーパスを出す。え、なんでやねん。外れた、よかった。バックスのほんの少しの隙にしっかりつけ込むいいプレーでした。なんやろな、時々めっちゃコントローラー硬いんだけど。チャンスをものにしておきたかったんじゃないでしょうかね。言い訳にしかすんのか、やめとこう。ここも硬い守りでボールを奪います。オープン、前線へのボール。え、取れずや、危ない。ロッペン、長いボール狙っていく。よし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 、誰か。ディマリアから左へ。カバーニ。硬いディフェンス。リヒトシュタイナー。スペースへ出す。おう。ロングフィード。サーフリー勝負だ。オッケー、あかん。ちょっと今躊躇したから。あれが効いてるわ。クソ。味方を走らせる。裏のスペースを狙う。このボールはカットされます。オッケー、 2-0 いい感じですね。結構何個かピンチあったけど、まあなんとか最後の強運でね、なんとかなって。何かございますか。まあパリサンジェルマンが前半は2対0、ではゲーム終わらず3点目を取りに行きましょうか。何やそれ、ちょっと取ってくれ。始まっています。オッケー、とこれは繋がりません。こっち、あ、緩いフィード。ここもしっかりディフェンスしました。危ない、ほんまに危ない。これはなかなかこじ開けられない。跳ね返した。あ、取れへん。裏へのスルーパス、ここで受ける。何やそれ。あ、危ない、入った。ゲット、痛いなこれ。後半いきなり決めます。ディマリア、今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めてきました。ちょっとオフサイドが出てたもん。とにかく振り抜いたっていう感じでしたよね。もちろんコースは狙ってるにしても、それよりもまずは気持ちで打ち込んでいったシュートでしたよね。はい、アズネロ変えなあかんな。さあ、あと1点です。
できるだけ後半の早い時間に点を取ること、これが一番大切なことだったんですけども、はい、来ましたからね。これで試合分からないんですよ。あ、クリズマンちょっと遅いか。スルーパスを出す。チャンスですよ。オッケーオッケーオッケー。ルーズになる。コース空いた。抜けてくる。あかん。取れたと思ったけど。ゴール前に人が詰まってしまうとシュートコースがなくなってしまいましたね。よし。ベースへ出す。なかなか、ね、シュートまで行けた時でしたけどね。オッケー、おっと、あかん、ノーファール、ノーファール、やばい。ロングフィードで狙う。無理はしてない。このボールに触ります。無理はしない。ここはすぐ奪い返します。なんでやろ、弱いやろ、それは。このボールに触ります。ビダ、ボールはロッペン。弱いよ、パス。待て、危ない危ない。ここでのパスは危ない。危ない、言われてるし。このマッチアップどうなる。ボールのどこのパス。このボールをカットします。答え答え。何回なんか。なんかやっぱ。流れを止めます。え？味方を走らせる。パリサンジェルマンがまだリードしている状況は変わっていませんが、よしよしよし。あ、そっち？まず落ち着いて。立て直していきたいところですね。ちょっと出したいな、ボールな、まずな。大事なのはこの失点で自分たちを見失わないようにすることだと思いますね。失点したらなんか、まずは自分たちのペースを大事にしたいところです。選手交代しないと。今狙いましたね。オッケー。あっと危ない。オッケー、オッケー、オッケー。理想的。もうフォワード死んでしまった。どうしようかな。ロッペンかアザール、どっち変えるべきか。どっちやろな、変えるとしたら。どっちやろ、こっちか。いや、待てよ。もうこっちでいいわ。待って待って、やっぱやめる。やっぱりやめる。ロッペン変える。まあ、メッシでテクニックあるからスピードでガンガン行きたいやつをサイドに入れておきましょう。勝ち目薄いのなんか来たか、釣れたと思ったけど。モドリッチ、オッケー。ビストシュタイナー、あ、やられた。やばいやばいやばい。このカウンターはいけつないぞ。グエロ、よっしゃ。モドリッチ、アザール、スポーツ出ましたね。抜けてくる。あかん。アーチのようなパス。あー、やばいな。緩いフィード、浮かせて裏を狙いますが、これタイミング合いません。おお、よかったよかった。助かった。アザール、あ、惜しい惜しいというか、流れを止めます。あ、やば、ここで受ける。オッケー。メッシ、おうおう、これをカットします。硬いと。スペースへ出す。パーカー、やられた。痛いわこれは。またか。いい感じだったのにな、前半までは。疲れてる方か、攻めると。カバーニ、もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。これは気持ちのいい一発が決まりましたね。はい。ものすごいボールスピードでしたからね。オッケー。待っていてもなかなか止められないですよね、うん、今のは。ほら、ナイス。来た、勝ち越し。アリサンデルマン。オッケー。よっしゃ。勝ち越した。アリサンデルマン、この得点で一歩リードです。あっと、ベッシップ素晴らしいものがありましたね。そうですね、こう積極的にボックス内まで持ち込んで、ゴールの確率を高めてからという考え方だったんじゃないですかね。しっかり決めてきましたね。そうですね、これはクリナナ勝てるでしょ。さあ、パリサンジェルマン待望の1点をもぎ取っています。パリサンジェルマンとしては大きな1点が入りましたよね。これで無理する必要はなくなりましたよね。長いボール狙っていく。サイドフリーですよ。やば、何やのこいつ、こいつやばいって。
ここはオフサイドありません。抜けてくる。おっしゃ、ほんまやばかった。絶対入ったもんだもん。もうそれ延長まで頭いっとったからね。そうですね。パリサンジェルマンとしてはこのまま終わりたいとこですよね。そうですね。対面でのホイッスルはまだかまだかという気持ちでしょう。勝ちたいね。勝ちたいね。待ってくれ。大きく縦。おっしゃ、弾き返しちゃった。ああ、クリナだ。勝て。よっしゃ、勝った。インサイド上がっていく。カウンターを仕掛けます。自分で行く。勝ってるで。ほら、ちょっと。ターン、大きく前線へ。そうはさせん。ああ、はい、強い。メッシ、強い。これは繋がりません。メッシ。ちょっと強いわ、そのパス。繋がりましたからね。メッシ、よく戻りました。ジェルビーニョへ抜けた、これ決めて終わり。あーっと入ってる入ってる入ってる。ちょっとシミュレーション取って、まあええわこの PK で。いや、アラバはダメでしょ。やっぱりね、 PK はメッシ。いやでもね、相手にとっては辛い状況ですよ。いくで、もう分かんのか。よし、決まった。追加点でアリサンデルマン。よっしゃ、冷静に押し込みました。読み勝ちですね。主審時計を見ながら長いホイッスル。4対2。よし、なんとか2戦目クリアした。勝利しました。やーだった。今日の試合ですが、どうご覧になりましたか。パリサンジェルマンとしてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発して、あまり時間がね、その上で非常に魅力的なサッカーを、ね、オンラインチャレンジカップはね、結構時間がほんま短いからね、この途中のなんかハーフタイムならその辺の時間がね、そろそろ放送時間もなくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。ハイライトも全然見られへんことが多い。ありがとうございました。ありがとうございました。パリサンジェルマンが2点差で勝利しています。だから積極的に相手のゴールはカットしていきます。あかん、これもあかん。次サムネがいるからね。でも取られとってもおかしなかったよな。ねえ、知らんけどやっぱ硬かったな。なんかなんでやろうな。やっぱこのクリロナ途中こう秩序をさしてからえらいなんかゴール決め出したな。やっぱり、スパサを持ってるからかな。それは大きいやろな。メッシもっと早い時間から使いたいな。絶好調やし。よしよしよし。あ、昨日リーガー全試合終わりましたね。リーガーもまあ結果は言わないです。はい。ということでね、なんとか第2戦クリアしまして、明日第3戦やっていきたいと思います。660いい感じです。はい、それでは最後にご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録のよろしくお願いします。僕監督でした。お気に入り。